こんばんは、坂モンティです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。本日は久しぶりの YouTube の撮影となります。最近ですね、コロナウイルスの影響であまり外を出歩くことはなくなりまして、どうしてもネタが尽きてきたのもあります。そしてどうしてもネガティブなニュースがたくさん出ているので、ちょっとこう何かを発信する気力が湧かなかった感じなので、3日間ぐらい何も考えずに好きなことをして過ごしました。そうするとまた YouTube をアップしたいなという思いが出てきましたので、今回撮っています。まああれですね、基本的にその日に撮ったものをアップしているという、まあその貯金がほとんどない状態なので、まあもうちょっとコロナウイルスが収束したら外に出歩いてたくさん動画を撮っていきたいなと思います。というわけで、本日の動画になるんですが、私のことをですね、結構知らない人が多いと思うので、自分を知ってほしい人に50の質問というものをネットで検索して見つけました。それについて答えていきたいと思います。ただ正直最初は100問の質問に答えようと思ったんですが、時間もかかってしまうので50ぐらいでないかなと思って探して、一番最初に出てきたものを答えます。そして、こちらの内容は特に考えずに答えるので、皆さんが見る分に関してはちょっとカットしていきたいと思いますので、これから答えていきたいと思います。新しいことをやるのに抵抗がない、柔軟、あまり人の話を聞かない、筋トレ、体がめちゃくちゃ硬い、カレーライス、梅干し、青と黄色、広末涼子ありがとうというアルバム、大分トリニータ所属の伊佐康平選手、村上春樹羊をめぐる冒険、山と食欲と私、水曜日のダウンタウン、サッカー、バックトゥーザフューチャー、マリオカート、芸能人ではないんですが YouTuber のヒカル、 YouTuber のモエリ、柔軟な考えを持ってる人、いつも怒ってる人、人によって態度を変える人、どちらか片方に依存せずにお互い自立をすること、カフェでのんびりする、 YouTube の撮影、写真撮影、動画編集、読書、ゲームとかです。音楽を聴く、昔はシロップ16g というバンドを聴いて限界まで落ち込ませて立ち直らせていました。まあ、全般的になんですが、写真が綺麗に撮れるスポット、今年中に YouTube の登録者数を1000人以上、 Instagram のフォロワー数を1000人以上、相手の話を聞かずに粘り強く自分が正しいと思ったことを続けれるところ、体が硬い、小学校1年生、実りました、自分からする方、される方、メールというか LINE、犬派、歩きタバコ、ポイ捨てします、カレーばっか作ってます、スパイスカレー、インドア、看護師、数学、英語、1日2食を貫く、パタゴニア、軽くて動きやすい、涼しい、もしくは暖かい、 SNS のフォロワーが増えることが嬉しいプレゼントです、写真かっこいいね、タムロンの 70-200F2.8 のレンズ、最近買った ND1000 というフィルター、安いやつを買ったのですがめちゃくちゃ外れなくて困ってます、お腹が空いた時にミックスナッツを食べることあります、身長が低いことと顔が丸顔なので太って見られることが多いです。まあ、実際に太ってるんですけどね、なのでちょっとダイエットをしています、あるあります、まあ、どちらかといったらポジティブよりもネガティブよりなので、そういったところは、まあ、いい風のネガティブに変えていけたらいいなと思います。意外とざっくりした質問だったので、あまり面白くないのかなとちょっと不安に思います。この YouTube 撮影でモチベーションが上がるのは、皆様からいいねをいただくこと、そしてチャンネル登録をしてもらうことが一番嬉しいので、まだチャンネル登録をされてない方はぜひしてもらえたら本当に嬉しいです。そして高評価も
動画制作のモチベーションにつながりますので、ぜひポチッと押してもらえたら嬉しいです。というわけで本日の動画は以上となります。この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた明日の動画で。